ハノイリビングの田口です今ね、私がいますのは、えー、太古の東岸エリア、まさにね、えー、湖の際、はい、湖畔に立ってます。ちょうど向こうにね、白い建物見えてますけど、あれがシェラトンホテルですね。はいずーっと向こうに、おお、木が隠れて見えないな、金繁の方面もあるんですけど、ここね、湖畔いにね、こうやってね、皆さん、あの椅子に座ってね、くつろいでいらっしゃいます。今日日ははね土曜のの午後なのでで、はいまあ、皆さん、ね、お休みで はい、あの自由に、ね、ゆっくりされているんですよね、はい、でこ,のこの場所が、ね、どこかというと地図をこう思い出していただきたいんですけど、えー、太古東あの、包帯の、ね、湖にこう、えー、北東辺りからずどんと湖の真ん中にせり出している半島のようなところがあると思うんですけどその半島の先っちょです、一番先の辺りにいます。 はい、ちょうどこの道をまっすぐ向こうに歩いて、左に少し曲がれば、そこにあのペペラプール、ね、増田さんが頑張ってらっしゃる美味しいペペラプールのお店がありますね。わかりますかね、歩いてペペラプールまで徒歩圏に行ける距離にあるサービスアパートを今日はこれからご紹介しますね。はい、で、ちょっと歩きますね、もうそこにあのカメラに映ってるんですけど、はい、この奥の方に立っているアパートが、今回ご紹介するアパートです。 この手前のね、アンバーハウスっていう、このアパートも、もう何回もお客様ご案内してます。ですけど、その案内中に、その奥ですね、その奥にあるこの建物がずっと工事中でね、はい、ずっとあの作ってました。ようやく出来上がって、最近出来上がり、完成して、竣工オープンしていると、はい、ここですね、全部で2、3、4、5、6階建て、で今日ご紹介するのは、この4階とその一番上の6階。 この2つをご紹介しますはい面積がね165平米なんですよ、165平米、ワンフロアに1部屋だけ、そんなちっちゃなね大きなアパートじゃありません、少しの小,あの小規模なサービスアパートで、この横がねこの、まあ、路地なんですよね、路地があって、この面も、路地の面車の方にも、窓が開口部が作れて、道路側も作れているので、2方向が窓というね、だから明るいんですよ、とてもね。 でさらに向こう側、向こう側は低い建物が隣に立ってて、その低い建物の上に関しては、向こう側も窓がつきますので、3方向が窓っていうね、もうとんでもなく明るいアパート、しかも広い165平米で、スリーベッドルームとツーベッドルーム2つがあるということです。で入り口は右側のこの階段を上がった上に、はい、カードキーをかざして開閉して、何時でも出入りできるっていうね。 入り口があってエレベーターで上がるのとバイクとか自転車をお持ちの方はこの地下の駐車場に止めていただいて止めて、ね、そこにエレベーターがあるのでそこから上がっていただくと、はい、2つの,あの行き方がありますこのシャッターは閉まりますけどねシャッターの鍵なんかもちゃんと、はい、あのアパート側からいただけると思いますので,、うん、で2つ両方からあの上に上がることができるということですね、はい、じゃあこれから、ね、部屋の中にカメラを入れてきますので。 はい、えー、一緒に上がりましょうかねはいじゃあこれから部屋ですね取っていきますはいワンフロアに一部屋のまあ小人まりとしたサービスアパートですね非常階段がありますはいエレベーター降りて今六階に上がってきましたうん百六十五平米のツベッドルーお化けみたいな部屋ですけどめちゃくちゃ広いんでちょっと見てくださいはいまずねまずあの部屋の形をね見てください入り口入って はい、この感じですよドーンとリビングダイニングキッチンでキッリビングの外にはバルコニーアウトリビングですよね、はい、この感じですね入り口があってちょっと廊下があって姿見があり、はい、で際にあのお手洗いね大きなお手洗い、はいあのえー、と洗浄便座もちゃんとついています。 はい、で、シャワーですね、シャワーが来てでこの際に1つね、サブのベッドルームサブののベッドルームでこの広さでこさすよで。両面が空いてるんでこれ6階ですから上が7階までだったかなはいあの、とにかくね、そんな大きなアパートじゃないんですよね7階、8階建てぐらいのワンフォロアに1部屋しかない7部屋ぐらいとかね、それがね、小さな小規模なサービスアパートなんですよ。 うん、なのであんまり気を使わずごっちゃごちゃとたくさん住んでらっしゃる中に飛び込むんじゃなくてまあこれぐらいの規模で静かにおとなしく過ごしましょうかっていうような方にちょうどいいんですよね。はいどうですかこの広さ？正方形ですよ。長方形ですよ。外にこのバルコニーですよ。でカウンターが来ましてねこのカウンターなんだろうなっていう感じですよね。 はい、収納になるのでね、はい、いいんですけどもこのカウンターの後ろにまた L 字型のこのキッチン台ですよすごいですねはいここでもう何をもう広げても調理ができるというこのスペースがあればね、はい、ちょっとあのちょっと部屋の形いきましょうかすいません、はい、あんまり細かくいくとね、はい、でここに今1つ部屋がここにありましたねここがワンベッドルームもう1つ部屋が リビングを挟んで向こう側にありますここがこれがメインでしょうねこれがメインベッドだと思いますはい、この感じですね広いですねもう165平米だったら確実に3ベッドルームですよねメトロポリスだったら4ベッドルームぐらいに刻むんでしょうけど2つにしか刻んでないので全部の広さがゆったりですね はい、あの洗浄便座、ここにもついている、どこのメーカーか分かりません、ちょっと後で調べるために、取っておきますね、はい、この感じ、はいあ、そうですね、はい、こうですねで、クローゼットもちゃんとありで、ちょっとした机もあります、各部屋には必ずダイキンのエアコンが標準装備でついているということですね、このリビング、ダイニング、キッチンのこのスペースが圧巻ですね。 いやーすごいなこれ、はい、これがダイキンこれもダイキンの、えーとえー、ビルトインの、はいえー、エアコンですよねでシーリングファンもスイッチを入れれば回ります、はい、ちょっとねこのバルコニーですよねこれすごいなわちゃ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 どうやって開けるんだわちゃ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 お開き方わかんないこっちか、はい、ちょっと開き方あこっちが開いてるんかすいません、はい この感じですね。リビングに沿ってずーっとこのバルコニーです。で、そこは包帯湖湖が来ますね,ね。で、その湖のところをね。下の下の道を歩いて行って。はいで、そこ左にちょっと曲がって向こうに歩いていくと、えー、ペペラプールですね。増田さんが頑張ってやってらっしゃる。美味しいね。創作中華和食のはい、えー、ペペラプールがあります。 でこの下はそんんなに広い道じゃありませんこの辺の,あの方々が住んでる方々が使う道なので時々通り抜けもありますけどね、うん、でもまあそんなにあの交通量が多いわけじゃありませんでその道を隔てて向こう側にも家が建ってはいますけどもねまあまあこれはもう仕方がありません、うん、道を挟んでますのでそんなにねあの、まあ、影響はないかなとでここは6階だからほぼほぼ上なんですよね ほぼほぼ上、はいちょっとあのこちらの家からは少し高さが上に立ってるかなという感じ、はいこれですよねあこれが一番最上階だ、ここ最上階ですね、あなるほどはいだから一番上上の部屋ですよねここはね、はいこの感じですこの感じうんで えっとこのね見ての通りのペアサッシですねペアサッシのこの太さが半端ないですとねめちゃくちゃ、はい、あの隙間が広がっているので音とかあの温度とかねそういうものを防音です、ねえー、してくれる、えーですね、音と温度を抑えてくれるということですよねはいちょっとね説明するというかなかなかこういう部屋見つからないので初めて見ましたが はい、この隣のアパートは実はね何度かお客様がご案内してるんですよね、うん、ですけどそのこの隣が前から工事はしていてねあのやってるんで何かなと思ってたんですけどこういうアパートができました、はい、3ベッドルームの同じ165平米の3ベッドルームもあります。 これ、ね、またあの端末にそのリンクを貼っときますのでこの動画の後ろの方を見ていただければこれのタイプの同じ広さの3ベッドルームの部屋もよあの紹介してますので、まあ、まずはご参考に見てください。これは、ね、160平米で2つだとにかくリビングを広くとにかくリビングを広くというコンセプトで作った1つだけのお部屋なんですよね。うん、ちょょっと細かかく見ていきましょうか 食洗機がエレクトラックスの食洗機がつきます。はい、で一口のキッチンシンクがありビルトインのオーブンがついてると新品ですね。で二口の IH のクッキングヒーターどこのメーカーかなちょっと分かりませんがはいでえー、っとこれどこのメーカーかなよく分かんないですね東芝か東芝さんの電子レンジポット これはスッと手前に引くと、はい、こう換気扇ですよね吸い込んで料理で出てくる煙を吸い込んで外に吐き出すというふうになってます。はい、で、えー、とエレクトラックスの炊飯器が来てこういうねあの、まあ、お皿類を全部サービスアパターンで用意してくれてますね。 油圧式ですからここを持ってすっと軽く下ろしてはい洗ったものをポンポンポンとここに並べてすっと洗るとちょっとねもう少しこの下まで下りるようにするとかっていう調整は,はいここをレバーをね調整していただければもっと下まで下ろせるようにはなります軽くねはいできますんで背の低いね奥様でも大丈夫かなとはい思いますでここはねまだあの まだね住んでる方いらっしゃらないと思うんでできたばっかりでちょっと工事の汚れがありますけど綺麗にハウスクリーニングをしてお渡ししますね。であの旬の浄水器とか十分置ける要素があのスペースがあるんで,でここにねあの下から上げる口が3つもありますね <laughs> こんな初めて見ました。パカッととと開けてここのの辺からねもううつ水水水された水の飲み水を出すということで、うん 野菜を切ったりねキャベツのみじん切りをして洗ってそのまま盛り付けるとかいう場合にはここで洗って飲める水で洗った方がいいですよねそういうサービスも月々28ドル払っていただければ旬の浄水器というのもここに設置することはできます、はい、あとは、はい、サムスンの観音扉の大きな冷蔵庫片側が冷蔵反対側は冷凍氷を作る製氷機もちゃんとね、はい、置いてくれてます。 まあ何も綺麗なもんですね、新しいですね、使ってないですよね、あと、ここに、はい、あの乾燥機と洗濯機がセパレートで、はい、設置されていますと、はい、もう一応、基本的には全部ついてるかな、ウォシレットなんかも含めて全部ついてるはい、っていうようなお部屋ですね、うん、すごいですね、まあ、どんな方がここに住むかなんですけど、まあ、あの何度も申し上げてますけど、 まあご夫婦単身じゃないですよね165平米をここ単身はさすがにトゥーマッチなんで、まあ、ご家族連れでしょうあとまあ子どもさんがまあ日本人学校に通うとちょっと、ね、バス停はここないのでちょっと難しいですから幼稚園児までの小さなお子様お一人を持たれている家族連れあとはご夫婦あとはえっとペ,ットペットを飼ってらっしゃるご夫婦ですねここペット、カーです。 ペットデポジットというのは払っていただくんですけど退去、はい、時にペットで汚れている箇所とかないかもしあればそのペットデポジットから相殺して、えー、修理費を引かせていただき残りをお返ししますとなりますのでね、まあ、まあペットデポジットの場合は敷き引きって普通はあるんですよね。30は引きますよとか はい、千ドル払えばあ七百ドルはお返ししますがっていうね、そういうふうなものは普通はあるんですよね。だそういうものだと思ってください。ペットを飼う方はそれなりのご負担はしていただく必要がありますが、そのご負担をしていただければ、えー、ペットを飼ーでここでお過ごしいただけますよということですね。はい、この明るいはい、二面が全部開口部というね、あここも開口部か。ちょっと今これ壊れてるんで開かないんですけど、これも開けれるんですよね。 こ,うこれをこうたぐったら、はい、あの隙間を開けたり隙間を閉じたりってねいうことができるのでこっちもこっちもこっちも3面が開いててこっち側だけが窓がないとあと全部窓ですねこの方面とこちらの面とあっちの面といやーそのね、うん、3方が開いてるんで明るいですよね。っていうともう四方開いてると、はい、おまけにこのレイクビューね はい、いいですねこのレイクビューがね、スカッと見渡せます。はい、どうですかね。湖の湖畔沿いだから、湖のレイクビューっていうのはこういうところに来ないと絶対に天に出ることはできません。はい、何よりもキッチンの仕事をしながらね、このキッチンの仕事をしながらレイクビューを目でることができるっていうね、この感じがいいですよね。はい、こういうのはここじゃないとダメです。 はいまあ、あのここから起点としてね、えー、これ、にゃったん橋まですぐですから、はい、越えてね、にゃったん橋に出るまでのちょっと道がね、ちょっとあの、トゥーノックバン通りなんかを抜けて、桜ク,クリニックの辺りを抜けて、防うコン通りに出て、一気ににゃったん橋なんですけど、防うコンまで出れば早いんですけど、そこまで出るまでがちょっと渋滞するかもしれません。 まあただ、ハノイ市内どこに住んでも、ね、それぐらいの渋滞はもう仕方がないのでそこはちょっとあの早めに出るか何かして対策をしていただくしかないですね。どこに住んでででも混混みまますす、はい、大通りに出るまでが混むですねゃったん越えたらあ、ね、まっすぐ、丹論工業団地に行ったりとか、えー、空港方面の工業団地右に曲がって幕尊の工業団地とかその辺に行く方だったらここから起点にすれば近いですよね。 はい、かつ、まあ、あの同僚の方々とかね何人かいらっしゃる方他の方はどこに住んでいようが、まあ、この辺だったらねピックアップしていけばいいんでしょうけど同じ車で例えば金馬に住んでますよとだったら単身の方は金馬に住む方多いのでただ車がね別々ですと車用車は別に使えて、まあ、私専用車で行けますよとかいう方だったら。 まあ、あのどこに住んでもいいわけですから、まあ、ここを起点に自分の車でドライバーさんを迎えに来てくれてここから動くと、うん、ただ他のほかの方々のピックアップをやる場合はねやっぱり住むところを気をつけなきゃいけないですその場合はここはスワンジドリからずーっとねあの太古に飛び抜けたその半島のようなところの最先端の先っちょにある場所なのでちょっとこの車で寄ってくれっていうのは うんちょっとご迷惑かもしれませんねその場合は難しいと思いますそうではなければ自分のえ車自分の車,分の車何系統かの車があってねえ車用車ねその車用車であればここから起点であれば全然問題なく他の方に迷惑はかけないんであればはいここに住むことはできると思うんですよねはいそういう条件が整っていればこの静かな湖畔のはいあの湖に囲まれた このスペースでゆったりと新しいこのサービスアパートでお過ごしいただくことはできます。はい、金額に関してはね、まあ2500ドル前後ぐらいです。はい、ちょっと概要欄を見てください。はい、面積は165平米ですね。ツーベッドルームですね。はい、というお部屋です。いかがでしょうか。はい、今ご紹介したツーベッドルーム165平米の上がこうなっています。 はい、屋上ですねだから今見た部屋が一番最上階ですねはい、ここにちょっと階段一つ上がってくるともう絶景が広がっています絶景ですねはいこんな感じちょっとまあ照り返しがあるかもしれませんね下の部屋は少し暑くなるかもしれません それはまあ、あのある程度。ただ。まああの部屋に帰ってきてね。暑いのはもう何でしょう？頼りだったら別に1回も2回も最上階も暑いのは暑いです。なので、エアコンをかけないとどうしようもないっていうのは一緒なのではい、いうん。まあ、そこはちょっと、えー、考慮に入れてご判断をしてください。はい、この立地ですね。立地の場所をまずね。見てほしいんですよね。はい、このこの包帯全部見渡せますね。 ものすごいですねどこが金間だ <laughs> ちょっとわかんないあ,あれかドッテがあそこに見えてますねあそこが金間ですねはい周りをすべて、えー、見渡すことができてあれシェラトンホテルですねいやーすごいですねすごい風景ですはいこれが一番最上階の屋上のお部屋ここもまある程度皆さんね利用していただけることができます